サブランカで小さなパン屋を営みながら一人で子供を育てるアブラ。大きなお腹を抱え行く当てのないサミア。お互いの孤独に寄り添い、もう一度世界が色づいていく。運命に翻弄されながらも導き出した彼女たちの答えとは。モロッコ、彼女たちの朝。